はい、今回はですね、超人指定コンビについてお話ししていこうかと思います。まあ筋肉マンといえばですね、過去の敗戦の雪辱を果たしたりとか、あとトラウマを克服していく展開も結構あったりするんですが、このね、超人指定コンビっていうくくりだとまだちょっとね、それが果たされていないかなとは思っているんですよね。ロビンとかウォーズ個人見れば、そういってね、トラウマとかを克服する展開とかはあったりしたんですけれどね。はい、まあ早速ちょっとね、それも踏まえて、お話ししていきましょう。まずですね、超人指定コンビってそもそも何なのかっていうことなんですが、まあ、第1回宇宙超人タッグトーナメントに参戦する際に結成したタッグですね。はい、ウォーズマンとロビン・マスクです。で、優勝候補と、されていたんですが、完全なカマセイヌとなってしまいましたね。はい、子供の頃ね、初見アニメだったんですが、この敗戦を見た時はね、かなりショックを受けましたね。はい、まあ、特にね、自分が小さい頃ってロビンとかウォーズマンがすごく好きだったんで、まあ、その相手がね、ちょっと得体の知れない、まあ、ネプチューマンなんだけど、やつらだったから、ちょっと危ないなとは思いつつも、そんな悲惨な目に遭わんだろうと思いきや、結構ね、大変なことになってたんでね、特にウォーズマンあたりがね、はい、ある意味トラウマですね。で、まあ、次にですね、タッグでの、ね、タイトル歴なんですが、これはまあコミックスでも載っているんですが、全米超人タッグ選手権、これはね、宇宙一凶悪コンビスカルボーズデビルマジシャンから奪取しているものですね。あとタッグ技としてはタッグフォーメーション A などがあります。これはまあロビンがウォーズマンにタワーブリッジをかけて体をしならせて回転を加えた後に、その勢いに乗ったウォーズマンがローリングベアクローを放つ技ですね。はい、でもう少しね、詳しくね、作中での活躍をお話ししていくとですね、まあ、超人指定コンビはその夢の超人タッグ編で登場してるんですけれども、まあ、この時はね、友情が失われていることを印象付けるためか、ウォーズマンの広報の呼吸音がね、復活していましたね。ただまあ、その入場の際にはね、ウォーズマンね、歓声に手を振って応える場面もあったんですよね。まあ、そこはね、ロビンにね、注意されていましたけどね、いつまでアイドル超人の気分でいるんだみたいなことをね、言われていたんですけれどね。で、さっきも言ったようにタッグトーナメントでは優勝候補筆頭と目されていました。まあ、現にね、宇宙一凶悪コンビをダブルジャーマンスープレックスホールドで華麗に倒しているんですよね。まあ、思えばこの辺りからもうねフラグが立っていたのかもしれないですね。で、肝心のタッグトーナメントではね、ヘルミッショネルズですね、ネプチューマンとビッグザブドウと対戦していました。で、まあ、ロビンはね、この戦いでは なぜかね、やっぱそのネプチューマンの、ね、正体暴くことに執着するあまり深手を負っていたんですよね。まあ、因縁のある相手なので仕方ない部分はあるかとは思ったんですけど、うーんとは思いました。うん、ケンカマンですよね、ネプチューマンの正体はね。で、またですね、ロビンはこの戦いで、その、ロビンスペシャルをね、初めて披露していたんですが、最初ビッグザブドウにかけたんですが、まあ、それを仕留めることはできなかったんですよね。本人は、その、タッチできるだけの体力を残すために手加減をしていたんだ、みたいなことを言っていたんだけど、体力残すどころかね、ほとんどノーダメージだったような気もしますね。描写を見る限りはね。うん、で、ネプチューマンにもね、ロビンスペシャルかけるんですが、破られてしまった挙句に、逆にね、掟破りのロビンスペシャルをね、食らっていたんですよ。だからこれが原因でね、ロビンスペシャルに関してはね、あんまりいいイメージは持っていなかったんですよね。ただまあ、大井争奪編以降で好きになった技かな、自分はね。で、一方、ウォーズマンはウォーズマンで、そのネプチューマンと戦うんですが、パロスペシャルを簡単に破られてしまったんですよね。その直後には、そのベアークローを失った状態で、ネプチューマンににじり寄られたために、あわあわと言ってたんですよ。要はベアークロー、クオーラルスペシャルをかけられた時に、ベアークローをスポッて抜いて脱出してたんで、もう装備してない状態だったんですよ。でも、ベアークローなくてもね、頑張ればいけるかなと、ウォーズマンの実力ならね、思ったんだけど、ウォーズマンはかなりビビってましたね。個人的にね、ここがそのウォーズマンが一番ひどかったっていうか、そこだったと思われるシーンですね、自分の中ではね。
で、その後ですね、そのダブルレッグスープレックスを食らうとですね、仮面がポロリとね、取れてしまうわけなんですよ。しかもその衝撃が原因で視力も失ってしまったんですよね。どんだけおもろいんだよと思ったんだけど、自分でよくよく考えたらメンテナンスちょっと怠ってたのかなみたいなことはね、ちょっと思ってたりもしたんですけど、この時の戦いのね、そのウォーズマンっていうのはかなりなんか脆いイメージはあったんですよね。で、結局ね、その2人ともクロスボンバーを食らってマスクを剥がされてしまい敗北なんですよね。ウォーズマンに至っては死亡してしまいました。まあ、そのただね、悪いところばかりじゃなくて、例えばそのロビン・マスクがね、そのベアウォーズマンのベアクローを装備して一人で戦うシーンとかはね、結構ねかっこいいなとは思ったんですけど、まあ、ちょっとこのねロビン・マスク、ウォーズマン2人にとっては黒歴史になっちゃうような戦いだったかなとは思いますね。まあ、ただね、その一方でそのヘルミッショネルズの強さを印象付けたりとか、あとヘイトをね集めるにはベストな展開だったのかもしれないですね。で、次にですね、まあ、ロビンとねウォーズマンね、個人個人ちょっとね、紹介していこうかと思うんですが、まずロビン・マスクですね、身長217センチ、体重が155キロ、超人強度が95万パワーで、イギリス出身ですね。超人総選挙2019では第3位ということでした。はい、まあ、個人タイトル歴な、これもコミックスに掲載されていますが、大英帝国ヘビー級、あと超人オリンピック優勝、これがね1975年第19回ですね。で、超人オリンピック準優勝、これ筋肉マンと戦った時のやつなんですが、1979年第20回ということです。はい、まあ、敗戦もね含めてね、名勝負が多い印象なんですが、さっきも言ったようにヘルミッショネルズ戦に至ってはどちらかといえば黒歴史の方に入ってしまうかなっていうのはあるんですよね。個人的にはね。まあ、その分その王位争奪編では大活躍していたんで、まあ、ある程度ちょっとある程度結構かなり挽回したかなっていうのは思います。はい、で、現在ですね、ネメシスに敗北した後登場していないんですが、だいぶためがあるんでね、その分ね王位争奪編並みのね活躍が今後期待できるのかもしれないですね。はい、で、次にウォーズマンですね、身長210センチ、体重150キロ、超人強度100万パワー、ソビエト連邦出身で、超人総選挙2019では第5位ということで、で、個人タイトル歴がレニングラード超人ヘビー級、あと超人オリンピックザビッグファイト準優勝1980年、これは筋肉マンと戦ったやつですね。はい、で、このウォーズマンですよね、やっぱ一番なんていうのかな、その輝いてたのはある意味ザビッグファイトだったかもしれないんだけど、7人の悪魔超人編以降は勝ち星にまあほとんどね恵まれずにかませ犬っぽくなっていたんですよね。まだバッファローマンの戦いはね、この時もちょっとなんていうか、ウォーズマンもビビるシーンはあったんだけど、まあ、結構好きなんですよね自分は。あの1200万パワーのねウォーズマン理論とかもありましたし、まあ、黄金のマスク編ではある意味ヒロインだったのかなと思うんだけど、で、夢の超人タッグ編である程度挽回するかと思われたらあれだったんですよね。で、しばらくそのウォーズマンの苦難の道はね続くことになるんですけれども、だから本格的にちょっと再び輝きを取り戻し始めるのは、その連載の順番から言えば筋肉マン2世あたりからかなとは思うんですよね。パーフェクトオリジン編ではポーラマン倒しているんだけど、これまでの扱いを考えればあの一戦だけで雪辱を果たしたとは到底言えないかなと思いますね。ただそのロビンからね正義超人のリーダーにね指名されているんで、まあ、活躍はするかなとは思うんですが、ちょっと不安な部分もありますね。でもそういうところがやっぱそのなんていうのかな、ウォーズマンの魅力なのかもしれないですね。まあ、これについては超人総選挙の際のコメントでも同じような内容がね、もろかったりちょっと不安なとこあるからウォーズマンいいんだみたいな、ね、そういうコメントも載ってましたね。
で、まあ、最後なんですけれども、まあ、ウォーズマンはですね、そのポーラマン戦で素顔に対するコンプレックスを克服して、いい流れはね、来てると思うんですよ。で、この間もコミックスのね、70巻ではブロッケンジュニアがですね、まあ、地獄のねじ回しのトラウマをね、克服していましたからね、あれはまあ、作中でも屈指の黒歴史かなとは思うんだけどね、そのブロッケンジュニアにとってはね。うん。だからまあ、超人視点コービーも挽回するところは必ず来るんじゃないかなとは思うんですよね。ゆでたまご先生の発言からもロビンマスクの再登場はまず間違いないかなとは思うんで、まあ、何らかの形でね超人指定コンビのね、名誉挽回を果たしてほしいかなと思います。はい。でね、まあ、ちょっとね冒頭でも言ったんですが、本当にねショックだったんですよね。あれはあのいろんなアニメ見てそんなにねそのなんていうかな、子供の頃でショッキングなシーンっていうのはね、まあ、数えるほどしかないんだけど、それに入ってきますね。他に何があるかというと全然ジャンル違うんだけど、例えば鬼太郎ね、ゲゲゲの鬼太郎が牛鬼っていう恐ろしい化け物になるシーンとか、あとまあそうですね、セイントセイヤーでドラゴンシリューっていうのがいるんだけど、それが自分で目を潰したシーンとか、そういうとこですかね。でもそれと比べてもね、ある意味このね2人の敗戦っていうのはねショッキングでした、自分は。はい。で、まあその名誉挽回するとは思うんだけど、まあ実際その超人指定コンビの再結成まで行くかどうかまではちょっとわかんないんだけど、それがないのであればひょっとしたら対戦もあるんじゃないかなとはちょっと思ってるんでね、その辺のねあの展開ちょっとね、楽しみにしたいですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。